辻井博は京都府出身の野球選手。ポジションは内野手、外野手、保守。平安中学では保守として1936年に春夏連続で甲子園に出場。春の選抜は準決勝に進むが愛知賞に敗退。夏の選手権は決勝で岐阜賞に大敗、準優勝にとどまる。チームメイトに遊撃手の木村真一がいた。 翌1937年に、早稲田大学へ進学。東京六大学野球リーグでは1939年、春季リーグで優勝。1937年、秋季リーグでは打率。391の高記録で、首位打者を獲得した。戦後の1946年に、パシフィックへ入団。開幕から3番打者、一塁主として起用される。 1947年には、右翼手に回り全試合に、出場、初めて規定打席に到達する。1948年は一塁手に戻り、青田昇小鶴誠、山本和と、川上哲次笠原和夫藤村文夫ら名選手たちと、首位打者争いを演じた。同年は、リーグ4位の打率、298を記録する。 1950年に新たに誕生した広島カープへ移籍し、カープの初代首相となった。同年は開幕から4番打者に座り、いずれもチーム2位となる打率、294、67打点と活躍。1951年は坂田清春に代わり保守に回る。1952年に国鉄スワローズへ移籍。ここでも外野手、一流一手として、 クリーンナップを任され、1953年には主に3番打者として打率264を記録、1954年限りで引退した。左右に広角に打ち分ける打撃を心情とした。早々期の広島カープが財政的に厳しかったことから、宿泊費を削減するために大阪遠征の際には若い選手を実家に宿泊させたことがあったという。 ありがとうございます。